大阪、木津川川口のみおつ尽しみおつ尽しは、航路を示す日本の標識。南行き亭、宝雪、何は百景、天保山中のみおつ尽し。みおつ尽しは、川の河口などに港が開かれている場合、土砂の堆積により、浅くて船の航行が不可能な場所が多く座礁の危険性があるため、比較的水深が深く航行可能な場所である見おとの、 教会に並べて設置され、航路を示した。道義語に見置き、水を防目などがある。古語は本木で土砂が堆積する三角巣の川口付近に設置され、満潮時には行き交う船の運航指標となった。見を尽くしは古くより水の都と謳われていた大阪との関連性が強く、その衣装は明治24年に大阪市の師匠等として採用されている。 かつて関東でも上方の難波に倣い、小間物町ののじ豊前が須崎に水路標を設置し、満潮時の河工水路を漁師に示した。江戸時代初期の三浦上信、見聞集によれば、天正19年に設置された、この三五つくしは、墨田河工を運行する漁師に喜ばれたことから、のじの名を取り、のじ本義と通称されたという。また、 和歌では、身を尽くしとの掛け言葉で用いられることもあり、平安時代に読まれた元ら親王の、わびぬれば今旗同じ難波なる身を尽くしてもあわむとぞ、思うなどが代表的である。大阪市長以下の団体で賞として使われている。ありがとうございます。